申し込む。水占いあさみアナが本番中こっそりやっていたこととは。日本テレビの水占いあさみアナウンサー30がテレビの本番中にこっそりと美容マッサージを行っていることをタレントの中山秀征50に暴露された。中山は8日に放送される同局系クサッとアカデミアの番宣のため共に MC を務める予備校講師の林修氏と共にスッキリに VTR 出演した。クサッとマイナスで共演する水占いアナについて林氏は、今一番人気がある女子アナっていうのを本当に横でまざまざと見せつけられたと持ち上げたが、中山は腕の太さが違いますからね、ああ違う、腕が違うとトレードマークでもあるぽっちゃり体型をいじって笑いを誘うとともに、驚いたのは水占いさんは本番中に実はこんなことをやっているっていうのを見てしまったと二の腕をもんど仕草を再現した。中山は少しでも刺激を与えて補足しようという企みが VTR 中にちょいちょいありました。ただワイプには顔がジャンと入ってますからね、腕は映っていませんから、こんな格好でやっているとワイプで抜かれないように角度を工夫する水占いアナの仕草を再現しながら、やっぱり一流のアナウンサーっていうのは本番中でも美のためには抜かりがないといじった。中山の暴露に水占いアナは、いやーバレてましたねと苦笑い。別番組でも水占いアナと共演するハリセンボンの近藤春菜もよく見ますね。長めの VTR の時とか確かにやってるかもと証言し、 MC の加藤浩二から脂肪つぶしてるのと聞かれると、そうですと真剣な表情で認め笑いを誘った。